はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビーズです。では今回はアーツオバンヤホーガンダム1年戦争元連邦軍プレイを新しく始めていきたいと思います。冒頭お見せしたようにですね、今回は連邦軍で V 作戦を中止した、こういう仮の設定のもとにですね、モビルスーツを一切使わないプレイをやっていくというのにチャレンジしてみたいと思います。V 作戦はね、ご存知の通り、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、そして、それらを運用する、モビルスーツのね、運用に特化した、戦艦、ホワイトベース、これらモビルスーツを配備を進める一大反攻作戦。これの名称が V 作戦だったと思うんですけども、今回はね、そのモビルスーツ配備を一切取りやめるっていうね、プレイになりますので、なかなか苦戦しそうですけど、頑張っていきたいと思います。シナリオ選択は今回も V 作戦でいきまーす。もうすでにジオン軍がね、モビルスーツを多数配備しているという中、モビルスーツなしで戦うというね、かなり苦しい戦いになりそうです。で、連邦軍を選びまーす。今回もすいません、難易度は一般兵で行かせていただきます。まずですね、モビルスーツを一切使わないという条件で行っていきますので、現状モビルスーツは一機もない状態ですね。ガンタクになっちゃいましたね。ガンタンク、ガンキャノン、ガンダムってありますけども、備蓄ゼロなので、今のところ一機もまだ保持していないという状態です。ただ生産のラインには入っているので、このままだと作られていってしまうので、これをね、もう作りませんよということで、生産のラインから削除していきましょう。V 作戦中止なんで、ホワイトベースもね、削除します。ガンタンク。ガンキャノン。これらもね、全部やめます。で、その上で、それらの強さがどれほどかというのはね、ちょっと、めめしいんですが、確認させていただきましょう。まず、ガンダムですね。ジオン軍プレイ、ご覧いただいた方いらっしゃったらですね、モビルスーツの強さ、ザクの強さ、もうすごい驚異的なものがあったと思うんですけども、もうそれをね、上回る性能になってますね。これはガンダムやっぱり強い。ただコストは、ザクの3倍ぐらいかかってますね。同じ1機作るにしても、ガンダム1機とザク1機では3倍のねコスト差があるという状態かなと思います。ただ今回ねこのガンダムも作れませんからね。連邦軍側の方のいわゆる量産機でいうとこのジムだと思うんですけど、ジムとザクを比べた場合、ほぼ同じぐらいのコストになってますが、ジムの方がね、チタン1使っている状態なので、ザクはね、チタンは使わなかったかなと思うので、ややコスト高かなと。ほぼ同等というところかなと思います。今回もね、ジムすらも使いませんので、このモビルスーツの研究ツリーをね、見ることはもうないかなと思います。ただ、これ見ると面白いですよね。ガンタンク、ガンキャノンもあるし、あとはですね、実はこの下行くと GP02 とかもあるんですよね。核搭載モビルスーツ、サイサリス。このあたりはね、本当に、また別のプレイの時には積極的に使っていきたいなっていうね、そういう期待ですね。あとはブルーディスティニーで、ジム系列は最後ジム2まで入っているというところですね。で、それらに伴ってモビルスーツの武器、兵装ですね。これらも、ビームライフル、スナイパービームライフルありますが、これらはすべてモビルスーツ用の兵装になりますので、これらもね、ちょっと今回は使う機会はないかなというところになります。では、今回どういうね、師団の編成、軍の編成になるのかというと、やっぱり戦車、61式戦車中心になるかなというふうに思っています。あとは、砲兵ですね。このあたりの砲兵というのは実はほとんどスペック同じになってました。
重装甲車、あとはミサイルランチャーありますけどね、まあ、このあたりはバランスよく入れて、歩兵をうまく装甲化して敵のモビルスーツから守るという使い方になるかなというふうに思っています。あとはすごく重要になると思うのがドクトリン系ですね。このドクトリンをうまく使ってですね、ジオンのザクに対抗していこうというふうに思っています。で、ジオンの方はザクの後はグーフ、グーフの後はドームという形でどんどんモビルスーツアップデートされてきますので、まあ、それに合わせて我々の方もですね、モビルスーツは確かに作れないんですが、モビルスーツは作れなくても一応派生型という形で回収はできるんですね。手法を上げたり走行を上げたり、これらはすべて陸軍の経験値を使うので、まあ、一気にねドカドカっとやることができないと思うんですけども、対人攻撃力あるいは対戦車攻撃力、まあ、これは対モビルスーツに通ずるところになると思うんですが、これらのね改造改良できると思うので、まあ、全部プラス5にしたらですね、モビルスーツに匹敵する強さ、まあ、魔改造とも言えるような強さ手に入れることもできると思うので、うまく改造も使っていきたいと思います。今はちなみに経験値は0です。で、続いて空軍のをですねご紹介しておきましょう。戦闘ヘリコプターから始まりですね、一番右側まで行くと輸送機ミデア、ガンペリーなんかありますね。ガンペリーはどうだろうな、記憶にあるのは海がね、ミハルと一緒に、フラナガン・ブーンの奇襲攻撃を退けた戦いで使ってたのがガンペリーだったかなと思います。で、強襲揚陸艦、まあ、いわゆるペガサス級ホワイトベースのね攻撃機としては、まあ、グレイファントムからアルビオンまであるというところですね。まあ、今回もねこのアルビオンとか投入すると全然違 う形のプレイになるかなと思うんですが、まあ、今回はね使いませんので、主に投入していくのはマルチロール機、コアファイター系列ですかね、コアブースター、あとはジェットコアブースター、ここまで一応開発はできるかなと思います。それと、まあ、陸軍はモビルスーツ相手にすごく苦戦すると思うので、戦術偵察機だったり爆撃機だったりっていったものをね、適切にうまく配備して、プレイの方を有利に進められればいいかなと思います。そして科学系の研究なんですが、モビルスーツのね性能を上げたりする、まあ、例えばこのマグネットコーティングとかに関しては今回モビルスーツ使わないので、こういったものの研究は、まあ、しないというところですね。まあ、それ以外の部分はね積極的にやっていこうと思います。発展型レーザー通信とかであれば、モビルスーツに限らずですね、陸軍の軍、師団、これらに対してご覧のようなボーナス入ってきますので、こういったものを中心にねやっていこうと思っています。で、物量でなんとかねジョン軍を圧倒していければいいかなというふうに思ってますので、まあ、特に師団の訓練、これにボーナスがかかる強化人間とかはやっていこうと思ってます。師団の訓練時間マイナス 5% のボーナス入ってくるので、まあ、こういう師団訓練のマイナスボーナスが入ってくるものは積極的に研究の方を進めていきます。で、絶対に忘れちゃいけないのが歩兵装備ですね。特にですね、この対モビルスーツ重装誘導弾系、まあ、対モビルスーツ用の装備ですね、これは最優先で入れて、敵のモビルスーツ、まあ、ザク、グフ、ドム、まあ、最終的にはゲルググとかね、モビルアーマー、ビーグザムとかも出てくる可能性あるので、こういったものも積極的に優先的に研究を進めていこうと思っています。では最後に五カオシンですね、ここも簡単にご紹介したいと思います。今回 V 作戦から始めているので、もう一部五カオシン決まっていてですね、ちょうど今画面の一番上なんですが、サイドへの見せしめとサイドとの新しい関係、これ二者択一なんですが、すでにサイドへの見せしめの方が国家ツリーとして選択されています。なのでもう左側には行けませんよという状態ですね。なので今回採用できるのは、今画面中央に戻しましたが、この内容になります。ただやっぱりね、モビルスーツにボーナスがかかるものが多かったりするので、モビルスーツ
使わないときは関係ないので、今回はモビルスーツを使わない国家ツリーを研究進めてですね、その後は生産にボーナスがかかる国家ツリーに進もうと思います。なので今回はまずこの物量線、そして最終的にはこの地球反抗作戦まで解放していこうと思っています。でこの地球解放作戦なんですが、地球上ではすでにジオン軍に押されている状態なので、例えば有名なオデッサ作戦、これを行うにはですね、この地球反抗作戦の国家ツリーを解放してオデッサ作戦のイベントを見ないと、この反抗作戦自体がですね、発動できないというふうになっているようなので、この物量戦から地球反抗作戦までを一気に解放進めていって、反抗作戦をね展開していこうというふうに思っています。では一旦師団の編成画面に移ります。はい、で今ご覧いただいているのが全体のマップになります。ご覧のようにですね、連邦有利の状態なんですけども、ジオンの方はすでにモビルスーツが配備されているという状態ですね。例えばここにいるのなんかは、ちょっとねアイコン小さいかなと思うんですけども、もうモビルスーツになってます。で我々の方は当然モビルスーツいないので、押されには押されるいう状態になるので、もう諦めるところは諦めましょうということで、例えばここですね、オーガスタ基地にいる部隊はもう諦めます。撤収してこのね、メキシコで敵を迎え撃つという戦いに変えていこうというふうに思っています。で同じくですね、ここオーストラリアなんですが、このオーストラリアもね、もう持ちこたえることはできないと思うんで諦めます。撤収、傷口が広がる前に撤収しようというところですね。でこのオーストラリアにいる部隊はアジアに向かわせます。インドあたりでね、しっかり防衛をできるように。あと資源で言うとですね、すごく重要になってくるのがこのロシアなんですよね。このあたりの資源をジオンに渡すと苦しくなってくると思うので、ここをね死守できるようにうまく戦っていきたいというふうに思っています。では軍の編成をしていきます。はい、では軍を再編してきました。大きく4つですね、ご紹介していきましょう。まずアメリカ方面なんですが、コリニーが軍団長を務める軍になっています。4つに分けています。アメリカがですね、カナダの方とメキシコの方、それと南米と分かれているんですけども、南米の方は南米で守備隊を編成して、いわゆる北アメリカ北米と呼ばれる地域に関して4つの軍に分けています。ここでね、なんとか耐えてもらおうというところです。でジャミトフなんかもこのコリニーのね配下に加わってもらっています。で冒頭でお話した通り、フロリダからは撤退して、メキシコ方面で敵を迎え撃ちます。ヨーロッパの方はレビル将軍が軍団長を務めてもらって、ここにはねブレックスとかを配備してあります。ここもね、配下に5つの軍入れた大規模な一番大きな軍になってますね。特に重要なヨーロッパなので、ここでねレビル将軍がしっかり指揮を取ってもらいたいというふうに思っています。でレベル将軍のスキルやっぱり一番高くてですね、ここ期待してます。この後ご紹介する予定のアフリカ方面はゴップに任せているんですけど、ゴップはね全部1なんですけど、さすがにレベル将軍はね全てのスキルが高いというところになっています。であとアジア方面なんですが、コウエン任せていて、ここにもですね、激戦区となる大資源地帯があるので、優秀な公園を配備したというところです。
以下、宇宙軍とかはですね、まあ、あんまり、規模は大きくないので、まあ、誰か団長を務めさせるという状態ではないです。で、この士官がですね、特に少なくてですね、モビルスーツのパイロットはいるんですけども、24師団を束ねられるような、まあ、士官クラスが少ないので、ここはですね、まあ、うまくやりくりをしながら、改良した、魔改造した戦車なんかが配備できるようになったら、まあ、彼らのね、エースパイロットも積極的に使っていければいいかなというふうに思っています。では続いてですね、師団の編成なんですけども、現状の編成はですね、まあ、実はまだ誰も編成されていない状態になっていて、新しく配備するとしたら、この歩兵大隊。さらに、この戦車大隊。まあ、主力戦車に自動車化歩兵を合わせた大隊ですね。あとは、この自動車化歩兵の大隊。これらがね、今すぐ配備できるような状態になっています。本当は、このね、正面戦闘幅とか、対人、対戦車、攻撃力なんかを加味して、砲兵を入れたり、まあ、装甲をね、つけられるような部隊を入れたりということをしたいんですけども、まだゲーム始まったばかりで、陸軍の経験値が溜まっていなくてですね、この師団の編成を変えるために必要な、数値が、まあ、ないという状態なので、ここは戦いを進めながらですね、うまく陸軍の編成をね、対モビルスーツ戦に特化したものにカスタマイズしていければいいかなというふうに思っています。ではまずは歩兵、あとは戦車の代替なんかをね、現状でいくつか生産を開始しておきます。今連邦の首都がですね、ダカール、アフリカのダカールになっているので、ダカールからですね、いずれにしても徴兵した軍を送り込んでいく必要がありますので、まあ、一番良さそうな、まあ、場所を選定しましょう。ヨーロッパに近いところがいいんで、そうだな、この北アフリカあたりに配備していきましょう。参考までにですね、歩兵の大隊、これを見ておくと、最高速度が10キロ。対人攻撃力が100。対戦車攻撃力が18。まあ、これがね、一つの数値になります。防御力が350。じゃあこれを見た後に、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクが入っているモビルスーツ小隊を見ておくと、まず速度が 31.5。まあ、これはね、ガンタンクが入ってるから少し遅いのかなというふうに思うんですが、対人攻撃力が963。対戦車攻撃力が646というね、もう全く話にならない状態です。まあ、ジオン軍のザクのね、モビルスーツ小隊はここまで強くないですけど、まあ、でも、これに匹敵する強さがある。このモビルスーツの小隊に、歩兵が戦いを挑むというね、構図、冒頭になると思うので、まあ、いかに、戦力をね、損なわずに耐えられるかというところがね、キーになってくるかなと思います。なので、できるだけ早くね、対モビルスーツ戦に特化した部隊を編成できるようにね、工夫をしていきたいというふうに思っています。では、今回はね、準備編ということで、ここまでにさせていただいてですね、次回はいよいよ時間を進めていく。ジオン軍のモビルスーツのバトル、ご覧いただきたいと思います。